はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、えー、皆様に大切なお知らせがあります。えー、この屋久島県のね、えー、寮県見習い、ちぐさなんですけれど、えー、結論から言いますと、えー、8番のお,お家にですね、移籍することになりました。 っていうのがですね、えー、皆さんにもお伝えしていたかと思うんですけれど、えー、2024年、えー、1月14日です、えー、僕はですね、えーまあ、クラウドファンディングの、えー、オフ会に行っている時に、えー、こちらでですね有害鳥熟場をやっておりました、まあ、その時にですね、えーまあ、8番がですね、えー、リンとマリオですね入れて、まあ メンバーでですね、有害鳥獣状をやっていたんですけれど、えー、まあ、残念ながらですね、リンが亡くなってしまいました。でその間ですね、えー、まあ八幡はですね、マリ探検でですね、一生懸命ま頑張ってくれて、まあ、実際ですね、マリが起こして、えー、イノシシを捕獲したこともありますし、またあの力、ー、がですね、まあ、参戦して一緒にやってですね、撮った動画なんかも皆さんご覧いただけた。 かと思いますで彼は、まあ、あのリンをですね飼育していてでリンは、まあ、屋久島系でですね屋久島がやっぱりいいということで、まあ、いろんなつて、ね、をたどってですね屋久島の子犬もしくは若い犬でも譲ってくれる方を探していたんですけれど、まあ、なかなかね えーまあ、そういった情報がなかったところを、まあ、彼がですね、えーまあ、ちぐさを譲ってくれないかという、まあ、お申し出があってですね、まあ、僕自身も、えーまあ、犬をですねこれからまあ飼育あと訓練、えー、やっていく中でですね、えー、僕だけこう犬をですね、えー まあ、たくさん飼育したり要はいい犬って、まあ、言われるやつですね、えー、訓練されたあイノシシを取らせてくれる猟犬をです、ね、僕だけ取っていてもあまり意味がないんですよ。 っていうのがあの僕自身もですねやはり休んだりすることもありますし僕がいない時でも例えば1番とか8番とかあとこれからですね次郎、えー、ちゃんとかがあ、まあ、犬を持つわけなんですけれど、まあ、そういったね、えー、若い者がですね、えー、犬を持ってしっかりね、まあ、訓練やってで、えー、僕がね、まあ、いない時でも おイノシシがね、まあ、取れるような、えー、有害鳥熟慮をねやってもらいたいというところから八の,番の、ね、申ししし出を受けることにしましたで僕自身のです、ねまあ、これからの役割っていうのはもちろんですね、えー、猟犬をしっかりね、まあ、飼育訓練、えー、実践重ねていくことなんですけれど、えーまあ、これから若い 週ですね、えー。まあ例えば八番とかですね。まあ八番はですね、年は僕より若いんですけど、あの狩猟歴ははるかに長いです。まああの八番とかですね。あと二郎ちゃんとかね。あとそれに続くあの若い子にどんどんね、猟、え、犬、ー、を飼ってもらって、そして山を覚えてもらって。 GPS の見方を覚えてもらって、えー、12枚ね、えー、なってもらう、まあ、そういったのをですねいろいろお、まあ、教えていくっていうとなんか上から目線になっちゃうわけなんですけど、まあ、あ僕がですね、えー、失敗したことをおしなるべく失敗せずにですね、えー、遠回りせずに 早く覚えてもらえるようにアドバイス等を、ねえー、していくのがあ僕のね、えー、これからの役割の大きなね、えー、一つになるかと思いますですので、えー、このちぐさですね、えー、今日から8番のね、えー、お家に行きますただあ今度の料期ですね今年の10月から、えー、狩猟や有害鳥獣駆除にあった場合はですね、えー、僕とかね えこのちぐさとかと一緒に八番と山回ることもあるかと思いますのでーこの YouTube チャンネルではこれからもねちぐさ見れるかと思いますただあの普段のねジャーキー動画とかっていうのはねえ露出がかなり少なくなりますのでその点ですねご理解していただければと思いますまあ特にですねあのちぐさファンの方えいらっしゃると思いますまたあのこうやってね あのご支援くださった方に対してはですね大変申し訳なく思っております。うーしかしですね、えー、僕の目的っていうのはやはりそのこの地域のですねイノシシの適正頭数までですね減らすっていうのが。 あの目的ですその、ね、目的を達成するために、えー、先ほども言ったように僕自身もこれからですね、えー、しっかり良犬を飼育していくことですし、えー、これからね、えー、若い衆をですね、えー、育てていったりとかすることもね大切かと思います。えー、ちぐさとかあとかああねねアジャの、ねあのー、めんどくさい あの絡みをですね、えー。楽しみに待っていた方ね、えー、大変申し訳ございません。で、あとですね。これをね、あのちゃんと言っておかないといけないと思います。まずですね。これ何度も言ってるんですけれど。屋久島県っていうのは。 やはりり時間がかかりますでちぐさはですね僕結構ねあの動画でねまああの冗談半分なんですけどねダメ出しとかねあのそれイノシシの前であれとかって言ってはいるんですけれどあのフットワークってやっぱりねあの家臣とかね力とかあと僕たちそしてあのアジャとかよりも断然やっぱり上なのでなのでこれからのですね成長すごく楽しみですしえー 飼料や、ね、有害鳥獣駆除でもちょっとだけねあの吠えたりとかあとはメンバーシップ限定配信しているアルパカなんかもですねあんまり言うとちょっとねあのネタバレになっちゃうんであれですけどあの吠えてまくられたりとかしてね、えー、そういったのも これからね、イノシシの前でやってくれることだと思います。ただあの時間がかかります。えー、っと九月生まれなので今は四月なので十十一十二一二三四まだ七ヶ月で今度の猟期でやっと十三ヶ月一歳一ヶ月です。まだねちょっとやっぱ厳しいと思う。だけどね、えー、これから。 ちぐさの、ね、成長を皆さん見守って頂ければと思いますまたあの有害でもね、えー、会うしいい動画でもですね配信するかと思いますのでね、えー、皆さんも引き続きですねちぐさの応援をよろしくお願いしますということでお疲れ様でした。 あほど最近あのものすごいおとなしくなってねあの言うことも聞くようになってね、まあ、こんな感じに、ね、なってねあのこれから本当にね楽しみなんですけどねあの8番にもねあの犬も落とないといけないので,でちぐさすごく気に入ってくれているのでまたあのリンのねああいったその両芸っていうのが非常にそのよかったらしくやっぱりヤクシマ系がいいということでね、えー、ちぐさ買ってもらうことになりますのでどうぞよろしくお願いします。はい よしじゃあ頑張ってねまずはやっぱり8番の家でね慣れることから始まりかと思いますはいということで、えー、本日もご視聴いただきありがとうございましたではまた。